さあ始まりました赤ペン滝川の海外ドラマ添削ウォーキングデッドシーズン4見どころ編でございます。どうも皆さんこんにちは。私映画コメンテーターの赤ペン滝川でございます。というわけでシーズン3もまあ激しかったですね。総督チームとの戦いを経てウッドベリーの住人たちを受け入れて、まあ新しい平穏な日々が過ごせるはずですよ。その状態で突入したシーズン4の見どころ、はっきり言ってね、まず僕の感想を言わせてください。シーズン4完成度めちゃくちゃ高いんですよ。僕シーズン4だけで何度も泣きましたからね。はっきり言ってね、神回のオンパレード、それがシーズン4ですよ。でね、まあ、シーズン3を経てその後みんなはね刑務所に住み続けるんだね。で家畜も増やして作物を育てながら平穏な日々を過ごしてるわけですよ。まあ、たまにねトラブルありますよ。物資を調達に出たらねウォーカーに囲まれちゃってプチパニックとかあります。でも基本的には平和な暮らしですよ。最近の彼らの悩みはね、ちょっとだけねフェンスの耐久度、これちょっと怪しいんですよ。ウォーガーがねもう集まりすぎちゃって、なんならね軽いフェス並みの混雑、それがね外で起きてるんです。でも実はね脅威はね外じゃないんですよ。刑務所内でインフルエンザ的な感染病がね起こってしまうんですよ。そうなんです、シーズン4は内部崩壊から始まるんですよ。もう死んだら即ウォーカーになっちゃいますからね。で感染者が続出するわけだから、感染を止めるためにねその感染者をこっそり殺す仲間も出てきちゃうんですよ。ではみんなお互いに疑心暗鬼になってしまうんですよ。でゲームわからない、途方に暮れる、でも感染は止まらない。そのタイミングでフェンスが決壊で、そのウォーカーたちはギリギリ食い止めることができるんだけど感染は食い止められないんですよ。その最悪のタイミングで総督が復活を遂げるんですよ。しかもなんならね新しいチームのボスになってパワーアップしてやってくるんですよ。今まではね銃で攻撃してたんですよ。総督ね戦車をゲットしましたね。どっから手に入れたんだと。その戦車で刑務所内を襲撃するんですよ。改めて全員が思いました。あいつやっぱり頭おかしいなっつって、もう全面戦争になるわけですよ。でねこの騒動でハーシェルが大変な目に遭ってしまうんですよ。でもシーズン4は実はここねまだまだ中盤戦なんですよ。総督の襲撃を受けて全員がバラッバラになっちゃうんですよ。リックとカール組、ダリルとベス組、マギー、ボブ、サシャ組、グレン、タラ組、タイリース、キャロル、リジー、ミカ組、バラバラになっちゃうわけでね、それぞれのチームにいろんな試練が待ち受けてるんですよ。そしてそのどのエピソードも全員に感情移入できるものすごい感動的なエピソードがもう立て続けに起こるんですよ。さあ果たして一旦離れ離れになったみんなは一体どんな形で再会することができるのか、激動のシーズン4ぜひ DTV でご覧いただきたいと思います。さてただいま紹介した世界中で記録的大ヒットを続けるウォーキングデッド、 DTV なら月額たったの500円でシーズン1からシーズン7まで丸ごと見放題でございます。さらに最新のシーズン8も毎週月曜日夜10時より日本最速でリアルタイム配信中でございます。でね、今までは1話につき最大5週間しか見れなくて、まあ、途中からの人はねなかなかついてこれないって人もいたかもしれないんですけども、今回から違うんですよ。なんと今回から見逃し配信期間が延長されました。シーズン8の最新エピソードが2018年の5月まで丸ごと全部見られます。だから見たいのに見れないとがっかりすることはありません。今から見始めても十分に間に合います。ウォーキングデッドぜひ DTV でお楽しみください。Listen, all of you have a chance to survive, but those who use and take and kill, we end them. This journey will not end in retreat. The future is ours. The world is ours. This is the only way. Walking Dead Season 8, 月曜夜10時。